いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年式 AMG E63S を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントにしたすり、フロントガラスに飛び石、リアバンパー複数箇所にへこみ傷がございます。走行距離に関しましては、約1万8000キロと低走行かつ、車両コンディション良好な1台でございます。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデスベンツ E クラスセダンをベースに、AMG 専用装備、専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル E63S でございます。こちらのお車に関しましては、E クラスセダンがベースということで、高い実用性、快適かつ上品なインテリアに加え、AMG の圧倒的な走行性能を味わうことができる一台となっております。また、AMG カーボンパッケージにより、サイドステップやリアスポイラーなどにカーボンが使用され、スポーティーなエクステリアとなっております。ヘッドライトに関しましては、LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 5.5 リッター、V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は585馬力でございます。また足元に関しましては、純正19インチのアルミホイールと、レッドキャリパーが装備されており、スポーティーな印象を受ける一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。カーボントランクリッドスポイラーやカーボンリアディフューザー、4本出しのマフラーにより、リア周りからもスポーティーな印象を受ける一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーとアルカンターラのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールにより、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、マニュアルモードが用意されております。サスペンションに関しましても3段階での変更が可能です。また、フロント両席には、シートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能です。続きまして、後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましても、若干ではございますが、使用感がございます。また、後部座席にも、シートヒーターや、パノラミックスライディングルーフ、ハーマンカードン製のスピーカーにより、快適性がしっかりと加工された一台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2014年式 AMG E63S を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万8000キロと低走行かつ、車両コンディション比較的良好な一台となっております。刺激的なエクステリアデザイン、快適かつ上品に仕上がったインテリアにより、
高い満足度を得ることができる E63S でございます。こちらの車に関しましては、585馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトによりスポーツ走行を十二分にお楽しみいただける一台となっております。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフなどに加え、レーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。